うちの村もずいぶん発展してきたな。そうね、スティーブ。今日は人参やジャガイモを収穫しよう。私は村の人と交易するわ。アイアンゴーレムのおかげで村も安心だ。うわー、村人ゾンビは僕には倒せない。アインゴーレム頼むよ。ありがとう、アイアンゴーレム。スティーブ、後ろ。うわあ、なんてこと。スティーブ、私はあなたなしでは生きていけないわ。うわあ、生き返った。はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね、うん、レゴマインクラフトのザ・ビレッジです。はい、ということでこちらは2016年発売のものですね。 あのね、買ってずっと置いといた。ちょっとでかすぎて作るの大変そうだなと思って、じゃあ早速作っていきましょう。はい、っていうかもうここにあるけどね、うん、はい、ということで完成しました。こちらがレゴマインクラフトのザ・ビレッジ、村だね。ですね。すごい大きいし、広いよね。うん、広い。本当に村になってますね。すごい。じゃあ細かく見ていこうか。うん、まずこちらが中央になるね。中央に畑があります。人参とか、じゃがいもかな。あとこちらは小麦。が植えてある。真ん中ちゃんとね、こう水が張ってあるの。すごい。すごいよね。で、ここになぜかテンダーマン。いや、怖い。で、ここに松明が4つあるってことかな。で、ちょっと回転させるとここにアイアンゴーレムいるね。あ、本当だ。これ安心だね。で、ここに豚小屋がありますね。で、その横に村人ゾンビいます。ギャーで、もうちょっと後ろ、ここにゾンビがいるね。ギャー、豚さん危険。で、こっち、この家、これね、開くようになります。こんな感じ。開いた、開いた、パッカンって開いた。中どんな風になってるかな。中わかる。あ、家ちゃんと、ここテーブルで、ここ椅子。あ、そう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 、うん、あ、ガラスもちゃんとある、うん、で、扉開くようになってる。あ、すごい。こっちも開くようになってる。おお。あ、ここにかぼちゃある。あ、かぼちゃあるね、そうね。で、反対側のこの部分にもあるかな。おお。アイアンゴーレムのこの後ろ側に水が流れてるね。本当だ。で、この辺ちょっと氷になってるし、雪も積もってるんだけど、おお。いろんなね、あの状況が混じってる感じで。え、そうだ、ね、ここは村というのかな。村というか、あ、じゃあちょっと洞窟みたいになってるね、うん、外せるようにもなってますけど。あ、ここエメラルドある。そうそうそう、エメラルドも中に入ってる。おお、はい、あ、それ取り外せるんだ。まあ、レゴマインクラフトっぽいよりもあるからね。確かにね、はい、反対側、うん、アレックスですね。お、うん、で、ここに井戸があります、うん、井戸ある。あ、ちゃんと中に水が入ってる。そうなんだよね、取れるか、取れるか。わー、そうやって取れるんだ。そうそうそう。で、バケツもあるね、うん、ちょっとこの辺が砂漠地帯になってるよね、うん、で、クリーパーもいますね。いや、怖い。枯れ木があって、うん、で、奥の方にサボテンがあります、うん、で、この松明の上になぜか子豚が乗っかってるえ、なんで。これね、一応あの箱通りなんだ。本当だ箱通りなの。え、これなんで乗れるの。なんでなんだろうね、ちょっとよくわかんない、うん、はい、こっち側が、森みたいになってるね。で、ここではこの司書さんが交易してます。お、うん、これ多分ケーキとか、うん、これエンドアイかな。あ、そう、うん、あとこれはリンゴ。そうっぽい。で、このエメラルドの中に。お、で、ここにスティーブがありますね、うん、ここがキノコの家になってるかな。あ、本当だ、なんとなくね、うん、ここがガコンと開くやつ、ね、開いたここ、あの、かまどが2つあるね、うん、で、その横には溶岩が。いやいや、なんで溶岩があるんだろう。で、テーブルとソファーもあるね、うん、この家はこんな感じかな、うん、今開いたこのお家の隣、うん、ここも開くようになってます。うわ、開く、ね、お。で、ここは屋根裏部屋も見えるようになってて、雲の巣あるでしょあと、この本棚もあるね、うん、はい、他には何か見える。うーん、あ、クラフトテーブルもある。あ、クラフトテーブルね。あ、他には何か、あ、他はあるか、この扉が開く。あ、そうだね。あ、あ、崩れた。で、今取れちゃったんだけど、うん、あの、それぞれのこのパーツはですね、こういうブロック、これ土で
こっちが雪。あ、こういうのでちょっとだけつなげてあるだけなので、すごい簡単な作りなんだ。そうそう、すぐに取り外して別のレイアウトをできちゃうわけだね。で、作るための冊子はこれ一冊入ってたんだけど、これで一応これ全部できる。で、基本の組み合わせはこれでできるんだけど、一応2冊目の冊子もあって、この中にはレイアウト変更、このパートを使っていろんなムラが作れますよっていうね、こういうのが書いてあります、でもさ、これベッドないじゃん。ね、ベッドないんだよね、そう、パパもね、作ってて、あれないなと思ったんだけど、確かにね、一つもないの。あ、まあ、でも確かに村ってベッドないよね、うん、このスティーブとアレックスがこう冒険に来て、この子たちが自分たちでベッドこさえて作るじゃんね、うん、そうだね。そう、だから合ってんだよこれね。村人たちは寝ないから。寝ないよね。こうやってもうど夜になってどうなのか、こうやっていこの村の家の中でこうやってずっと引きこもってる。そうだよね、そうそうそう、それゾンビとかも、そうそう、だからそういう意味では合ってる、これで、うん、これで合ってます。はい、ということで今回はレゴマインクラフトのザ・ビレッジでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、それとチャンネル登録もよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。